そして今から、真四郎が、お兄ちゃんに、いたずらしちゃうね。お兄ちゃん、お耳を、駅でごしょごしょされるの、好きでしょ。今日はいつもより多くコショコショしちゃう。コショ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 って言われるだけでもくすぐったいんじゃない。この間こういうふうにお耳にでしたり、耳元にささやかれたり、こしょこしょってされる動画とかが流れてきてね。お兄ちゃん、こういうの好きかなって。だから、今から、お耳を、こしょこしょしちゃうね。じゃあ、行くよ。こしょ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 。好きなの。じゃあ今度からは耳かきをした後にまた。もちろん耳かきをした後じゃなくてもいいよ。私はお兄ちゃんのためならいつでもお耳をふうふうしてあげる。
一休み。お兄ちゃんのお耳をほぐするの楽しいな。お兄ちゃんも気持ちいい。これから毎日しちゃおっかな。お兄ちゃんがやってほしいなら、外でもいつでも呼んですぐに駆けつけるから。じゃあそろそろこっちのお耳の方法は最後にしようか。お疲れ様。どうだった？よかったかな。また後で反対側の耳もやるから楽しみにしててね。ねえお兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、はあ、ちょっと気分を変えてみる？例えば、ちょっと呼び方を変えてみるとか。お兄、お兄。あ、ねえねえお兄、お小遣いちょうだい。ちょっとやんちゃな感じがする。次行こう。じゃあお兄様とか。お兄様、お食事の準備ができましたわ。
ああ、しっくり来ないですわね。いや、来ないね。兄弟からちょっと離れてみよう。あなた、とか。あなた、晩ご飯は、何がいい？これは私の寿命が縮んじゃうよ。私とお兄ちゃんの関係って言えば。あ、そうだ。先輩、今日は私が先輩の耳かきをしてもいいですか？あ、なんか新鮮かも。ずっと先輩後輩だったのにね。家でも学校でもずっと兄ちゃんお兄ちゃんって言ってたから。食いのも結構良さそう。じゃあ、今から。私はお兄ちゃんの後輩という感じで、先輩？では反対側の耳をお掃除しますので、そのままぐるんってしてくださいね。先輩と私、出会い方が違えば、関係性も違っていたかもしれませんね。お兄ちゃんと妹みたいな関係じゃなくて、先輩後輩として一緒に過ごしたり、同じ部活をしたり、もっと近い関係だったり。恋人とか。いやいや、今のなし。よし、テイク2。先輩後輩に戻ろう。いや、戻りましょう先輩。先輩後輩といえど、礼儀は大事ですよね。では先輩、そろそろ耳かきを始めましょうか。まずは、外側から。ドリドリしますよ。されるために生まれてきたんじゃないかってくらいいい反応しますよね。もう私の耳かきなしじゃ生きていけないんじゃないですか。いいですよ、先輩だったらおじいちゃんになっても耳かきしてあげますから。私もいつまでも先輩の耳かきをしていたいですし、耳かきをしてまったりとした時間を過ごしましょうね。
外側はこれぐらいにしておきましょうか。内側もしてほしいよって先輩の耳が言ってますから。なのでリクエストにお答えして、内側もカリカリしていきましょう。ほーら、耳かきが先輩の耳に入ってきますよ。この耳かきで先輩の耳あかを全部取っちゃいますからね。きれいに、きれいに、カリカリ。先輩が気持ちよくなっちゃうところを、ゾリゾリ、ちょっとだけ。このまま。力を入れますので、痛かったら言ってくださいね。
ですから、時間をかければ取れますよ。さっきも取れましたから大丈夫です。先輩のために頑張りますね。どんどん耳をごっこしちゃっかなって言ってますよ。あとちょっと頑張れ頑張れ森森じゃあ、こっちも、先輩のお耳に、息を吹きかけちゃいます。同じ私とはいえ、妹キャラの私には、負けませんよ。後輩の真白として、頑張ります。そのまま、じーっとしててください。
気を吹きかけられてる間の先輩、おとなしくしていてかわいいですね。ツンツン。先輩のほっぺたプニプニしてますね。プニ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 。もしかしてお耳をふーってしている間、先輩をプニプニし放題なのでは？とんでもないことに気づいてしまった。よし、毎日やりましょう。楽しい毎日が始まりますね。まあ、先輩が嫌だったらやりませんけど。先輩には嫌われたくないですからね。でも先輩が嬉しいんだったらやりまくっちゃいます。1日1000回、感謝のプニプニ。あ、もちろんフーフーもしますよ。でも1000回分も肺活量が持つかな。今日から鍛えればいいだけですよね。よし、再開だ。どういう吹き方が一番肺活量のトレーニングになるんでしょうね。常に全力でちょっとやってみますね。私の限界まで頑張りましたから。先輩も強い風ばかりだと疲れますよね。一休みしたら弱めに吹いていきましょう。時間がゆっくり流れていきますね。こういうまったりとした時間は縁側でお茶を飲みたいものです。あ、でもこの体勢だと先輩にお茶をこぼしてしまうかもしれません。じゃあお茶の代わりに猫を膝の上に乗せるみたいな感じで、よーしよーし、猫ちゃん、はい、にゃー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 。先輩猫ちゃんかわいいですね。うちのペットになります？なんちゃって。よし、休憩終わり。じゃあ改めてお兄ちゃん、先輩の耳をフーフーしていきますね。
きないように変化をつけていきますよ。そろそろお耳の夫婦も終わりにしましょうか。じゃあ最後に、最後はどんな風に開きましょうか。あ、小刻みにやるやつはやってないですね。じゃあ最後はそんな感じで。お疲れ様でした、先輩。後輩の私はいかがでしたか？後輩の私の方が好きだったらこれからはずっとやりますけど、でも私はちょっと変な感じがするので、今日はこのくらいで、また後輩をやってほしいときは後輩の私になりますからね、先輩。よし、それじゃあここからはまた妹のような幼なじみの女の子の私という感じで。あれ、どういう風にやってたっけ？お兄ちゃん？お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん？うんうん、こんな感じだったよね。じゃあ妹のような感じに戻ったから、ここからは通常営業で。ねえお兄ちゃん、私初めてのお酒でどんな風に酔うかわからないし、お酒を飲む前に歯磨きしよう。私がお兄ちゃんの歯を磨いてあげるね。ぎゅっ。それじゃあお兄ちゃんを洗面所にご案内。洗面所に到着。お兄ちゃんの歯ブラシもちゃんと置いてあるよ。お兄ちゃんの歯ブラシと私の歯ブラシが並んでいると、なんか本当の家族みたいだね。
じゃあ、かわいい妹の私が、お兄ちゃんの歯を磨くからね。はーい、お口開いて。ぐちゅ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 。ぺ。そしてお口を、ああ。じゃあ行くよ。シャコ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 。飲んだ後も歯は磨くけど、私が酔っ払っちゃったら、お兄ちゃんの歯をちゃんと磨いてあげられるか、わからないから。ねえ、今のうちに、じっくり、きれいにしていくね。反対側の歯も磨いていきましょう。シャッシャコシャコシャッシャカシャカ。
兄ちゃんの歯を磨く時間癒されるな。お兄ちゃん、歯を磨かれてるとき、マイナスイオンが出てない？今度測定してみる？あ、でも、マイナスイオンってどうやって測定するんだろう？温度計みたいなのがあるのかな？あとは、アルファ波がお兄ちゃんの口から出てるの。お兄ちゃんの癒し効果が、世界中に知られちゃったら大変なことになりそう。お兄ちゃんでお金儲けをしようとする悪い人がたくさんやってきちゃうからね。だから私以外の誰にも聞かせちゃダメだよ。よし、じゃあ一旦お口の中をリセットしよっか。ぐじゅ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 。べー。そしてお口をあー。歯の裏側も磨いていくよ。前歯の裏は一本一本丁寧にやらないといけないんだよね。毎回忘れちゃいそうになるよ。こう全部の歯をガーってやってパーって感じで磨ければ楽なんだけどね。あとは取り外して磨いたり、泡がシュワーってなるやつでできればもっといいのに。入れ歯じゃないからね。入れ歯は入れ歯で大変そうだけど、人体の進化はまだまだ先になりそうだね。次は裏側の奥の歯。もう少し頑張って歯を開けててね。
丈夫？お口開けっぱなしで疲れてない？あとちょっとだよ。だいたい1分くらいだからね。閉じていいよ。よくできました。じゃあ最後は前側の歯を磨いていくよ。ひーゴシ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 。歯は全部大事だけど前は特に大事だからね。あと歯茎ね、歯茎。歯茎にはいろいろ挟まったりするし、気をつけて取っていかないと。ちょっとチクってするかもしれないけど、頑張ってね。このまま左右の歯もやっていこうか。はーい、シュッシュ
とはこっち側だけだよ。ぐじゅぐじゅして終わりだよ。はい。ぐじゅ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 。で、お疲れ様、お兄ちゃん。